どうもこんにちは、ヒロッキーです。はい、大事なお知らせがあります。ヒロッキー YouTube 登録者が1000人を超えました。いや、ありがとうございます。マジ皆さんのおかげでございます。1000人までね、2年と9ヶ月かかりましたね。いや、長かったっすね。マジ大変でした。これで少しね、前に進めた気がします。やめたくなった時もね、何回もありました。もう1年でね、10回ぐらいあったんじゃないかなっていうぐらい、何回もね、YouTube やめたくなりました。あ、面白かったよとかね、言ってくれる人がいるから、こう、頑張れたっていうのもあります。はい！今日の動画もね、髪の毛のお話になります。前の動画から見てもらった人はわかるんだけど、髪切りました。痛みがね、すごいひどくすぎてね、どうしようもなくて、もう切ろうと思って切っちゃいました。やっぱ、縮毛矯正、もう3回もかけてると、毛先がね、もう死んでます。まあ今回は縮毛矯正後の市販のおすすめシャンプーを紹介したいと思います。ヒロッキーがおすすめするシャンプー、まず1個目はこちらです。はい、こちらジュレームです。これ特に傷んだ髪用のやつなんですけど、これが本当にいいです。もういろんなねシャンプーを使ってきました、ヒロッキー。その中で安くて髪の毛の補修ができるシャンプートリートメントがこちらでしたね。ごめん、なんか髪の毛の話って難しいよ。はい、このねジュレームの効果をまず見ていきましょう。ジュレームは18種類のアミノ酸が入ってて、タラソスクアランっていうのが入ってます。まあ知らんけど、まあ知らんけど。枝毛、切れ毛が気になる髪、完全にもう死んだ髪用のやつですね。安いやつだったらこれがおすすめです。で、次がねこちらです。じゃーん、サロンシャンプーって言ってね、市販でも売られてるサロンシャンプーです。これマジいい、本当に匂いがねめっちゃいいです。好き嫌いあるんで、もしかしたらこの匂い、あんま好きじゃないかもっていう人いるかもしんないですね。シャンプーしてドライヤーで乾かしてても、こう広がりがねかなり抑えられてる感があって、ツヤもかなり出ます。このシャンプーってね、ヘアカラーとか縮毛矯正パーマなんかをかけた後に使う専用のシャンプーになってて、まあ値段はね1本これシャンプー1600円、トリートメント1600円なんで結構高いんですけど、1回使っただけで結構効果が感じられましたね。だいたいね買うときみんなこの後ろを見ると思うんですけど、熱でダメージを受けた髪を補修し、乾燥や湿気による広がる髪を落ち着かせ、保湿感のあるみずみずしいまとまりを作るヘアトリートメントですって書いてるんだよね。縮毛矯正後ってね、乾燥に弱くて、まあ、湿気にはね強いんですよ。湿気には強いけど乾燥には結構弱くて広がりやすいんですよ、髪が。なんでその広がる髪をね、かなりこの景色っていうシャンプーとトリートメントはおすすめですね。そう、縮毛矯正後はやっぱりなんていうの、くせ毛用のシャンプーじゃなくてカラーとかパーマ用のシャンプーを使うといいですね。お金ないっていうかね、お金をかけたくないよっていう人はジュレームをおすすめします。ヒロッキーはこれをね、ヒロッキーどっちか使ってますね、いつも。どちらかというとジュレームの方が使ってる回数的に多いかな。縮毛矯正後のね、ヒロッキーが選ぶシャンプーランキングとしては1位が、ジュレーム。安くてかなり効果を得られるこのジュレームで、2位がボタニスト。ボタニストのシャンプートリートメント、これもかなりいいです。で、3位的にこれかな、景色のトリートメントシャンプー、これがかなりいいですね。で、4位とかにスティーブン・ノル、スティーブン・ノルのシャンプートリートメントで、5位ぐらいにエッセンシャルのフラットのシャンプーって感じですかね、順番で言うと。なんで縮毛矯正後のシャンプー、これぜひ使ってみてください、ジュレーム。で、これがもう使ったことあってあんまり合わないよっていう人はボタニストのシャンプーをおすすめします。ボタニストのシャンプーか景色のシャンプートリートメントをおすすめします。結構値段は高いんだよね、これもこれとボタニストって。ヒロッキーもねまだそこまで市販のねシャンプーとトリートメントをいっぱい使ったっていうわけではないので、コメントでねシャンプーとトリートメント、こ
これいいよっていうやつがあれば、あの使ってみたいと思いますので教えてください。くせ毛用のシャンプーで調べるとダイアンとかが結構出てくるんですけど、ダイアンはヒロキあんま合わないんだよね。髪に広がっちゃうんだよね。なんかわかんないんだけど、シャンプーって髪質に合う合わないがあるから、やっぱ自分でこう探すしかないよね。だからまず安いやつからこう探していくのがいいと思います。これがね合わなかったっていう人は、あのいろんなシャンプーを使ってみてください。はい、終わりまーすはい、今回の動画はこれで終わりです。見てくれた人ありがとうございます。チャンネル登録ぜひお願いしまーす。じゃあ次の動画で See you back。